ララ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 ラ皆さん東京ツアーありがとうございました。ヤッホー、こんばんは。ツクツクターン、ツクツクターン、またドーベアかーい。キレられましたね。うん、またドーベアかーいはキングだったようでございますね。同じこと言ったよね、うん、ね、そう、またみたいな、なんかまたよこいつかよみたいな顔で 目でね言ってきてね。冗談な、あくまで冗談ね。冗談なんだ。知らないひなが鍵持ってくからね。でもね、ひなさ聞いちゃったんだよね。あ、やばい、わかった。みちゅにさ、わかった、ドビアがよかったなぁみちゅとみたいな言ってるみひ見ちゃったんだよね。そんな言い方しないよ。あの、ひな聞いちゃったし。そんな言い方したひなちゃん。うん。じゃ正座だろ。彼氏来た、彼氏。誤解を解く彼氏来たぞ。すごく誤解です。え。すごく誤解。でも聞いちゃったものはさ。あ、言った、言った。ね、言ったでしょ。ね。聞いちゃったからさ。そんな言い方じゃなかったし。いや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 、そういう言い方だったよ。あなたはわかるでしょ。あ、美月と私の、うん、犬とあの猿みたいな。喧嘩のコンビ。まあわかるけど、毎回喧嘩するでしょ。うん、わかるけどなんか。そのね、うちらも下りがあるのよ。うん、なんか同じ部屋にならんよねって言って、別に仲良くないもんねっていう美月の言い返してくるっていう恒例の二人だけの下りがあって、うん、そのやり取りをしてただけ。え、でもなんか美月はまんざらでもない笑顔をしてた。何も言ってないよ。え、そのなんかいいひいひいみたいな感じだったよ。美月は聞いてない。聞いてない。嫌そうな顔すんなよって言ったからね。その後聞かないとね。その後聞いてないわ。マイヒナは完全にミチュにミチュ、ドーベアが良かったなって。ヒナちゃんね、ショックでそこから聞いてない。そう。その後ミチュがイヒヒってニコニコしとって、わ、なんやねんお前らと思って。言われたことねえから。いや、イヒヒ、笑顔、笑顔だったもん。笑顔、笑顔かもしれない。ね、笑顔だったでしょ。その後に嫌そうな顔すんのやけど、私は突っ込んでるんだって。それは聞こえなかったから、だから言ってないよ。解いじゃん言ってないよ、いない、聞こえなかった。だから今誤解解いてんじゃん。ねえ、イチャイチャすんなよ、本当に。それはやめて。だから今誤解解いてんのにさ、ミーミチュでイチャイチャか、はあ、この野郎、はあ、今までの信頼とは何だったんだこっちこそ何だったんだろうね。いやいやいや、こっちがちゃんとこう言いましたとかをちゃんと振り返って説明してるにもかかわらず、事実を述べているだけなの。でも信じない。はい、今までの関係で何だったのでしょう。でも今が聞いた時は甘えてたもん、みちに。なんかそういう関係性だったっていう。わかるんだって、私のファンの方はまたやってるよってなるよ。分かったよ。だってね、この7年間同じ部屋になったこと2回ぐらいしかないんだよ。すぐない。だからそれね、なってみたいっていうの言葉出てくるじゃん。そうだね、2回だよ、あなた何回目だよ。そういう感じね。そういう感じ。オッケーオッケー。誤解解けました。誤解解けました。よかったです。はい、私も配信始めます。どうぞ。うん、イキイキしない。応援ダイヤモンドだってビューを現地で見れてよかった。いやん、イキイキだった。生き生きで歌っております。覚えダイヤモンド走りバス追いかけてなんかテンション前みたいな。クセ強ずっとこんなよね。ね、クセ強配信。感じすぎた。うん、ありがとう。やるちゃん、やった様、コンサートお疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、でも直してないけどいいや。リップある、大丈夫。流れてくるひなちゃんの写真買いすぎたね。もう流れてきててさ、ひなもさっきエゴサしてたんだけど、帰りのバスに乗りながらさ、めっちゃ可愛い写真もういっぱい上がってて、え、プロ早っみたいな。びっくりですよ。うん、
個人的に大声ダイヤモンド本当にありがとうございます。すごい大声ダイヤモンドでいっぱい感謝されて嬉しい。岩田ひながいます。いまーす。岩田ひながいまーす。いまーす。そう、東京も追加公演してほしいね。1回演だけだとね、ひなも落ち着いたいなーって気持ちになります。うん、東京エスティのライブ初でした。年がいもなく感動しました。嬉しい。何歳になってもね、アイドルっていうそのなんかこうねものに感動してくれてありがとうございます。というか私たちがね感動させるライブを作るぞっていう思いでやってるので、もう感動してくれてどうもありがとうございますです。本当に配信見てくれてる方は分かるけど、構成がね全然変わって本当にみんなのツアー、みんなのコンサート、うんうん、みんなで作るコンサートって感じでね、とても良かった。本当に本当に本当にそう本当にそうね、そうみんなで出れるっていうのがね、そうゆいさんはね嬉しいでございます。だから結構なんだろう、ちょっとあのと感動だった写真集か、嬉しい写真集をよろしくお願いします。みんながちゃんとみんなにスポットライトが当たってるコンセプトだったなっていうのはすごく思いました。確かにね、うん、うちはサングラスデイズ上で遊んでるもんね。うちも遊んでたよでもね本番で私ハートの時見るの忘れてたなんかね、あの本当にあの私というのはごめんね、サングラスデイズ料理面なんだけど、うん、今回はあの入ってくれてて、だからいつも歌われでやってない振りとかをやらなきゃいけないって言われたけど、まあ、やる機会があって、うんうんうん、知らない振りとかいっぱいあったの。こんなやってんのみんなね、本当に知らないとこあったの。いいね、まあ、これは16人にもやってるんだけど、うん、ちゃんとうち見て2人でリハーサルで目合わせて2人でハートを送り合うくだりをこの人まっすぐ見てみんなひなをずっと見ながらやってて、ひなその後のサングラスフェスで気づいて、あ、笑っちゃう、こんなのやってらんない。それがこいいの始まりのリぐらいで、あってこっち見て気づいて、そうえーって顔で本当に面白かったっていうぐらい、すごくあの自由にやらせていただいてるね、本当自由だったね。めっちゃ楽しかった。そう、本当いいライブでした。3階の上の方でしたが、しっかり見れました。私もね、上の方に上がる時があったり結構したのでね、よく見えてましたよ、3階席の皆さんも。そう、本当に終わってくもう同じこと上に歩き上がる機会があったから3階席の皆さん、そう、バッチリよ。2階席にも3階席にも黄色と白のカメラだったね、いいなと思ってた。そう、本当にレス送ってるよ、あなたにと思いながら初めてのエスティーコーナーと見たら感動して、ね、ちゃんと見えてます、ね、ルもイミコのサックス、ああねー、本当にサックスすごいよかった。もっと聴きたかった、ね、うちらの途中で振りに入らなきゃいけないから、そうなのよ、こうじっくりだからね、聴きは見れないってことさ、そう、見ながら聴けないから。これはなんか本当 STU ならではだと思うし、うん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 、STU の言い方はあれかも、武器なん、武器っていうかなんか分かる、うん、なんかね STU の、うん、だからうちらは特に一期と一期ドラさんとか楽屋でサックスの音が鳴ろうと誰も気に留めない本当にそうね、いっぱいそういう機会があったから、うん、サックスの音が聞こえるかも慣れちゃってね、なんかチューニング合わせとかで、うんうんうん、なんか本当に放課後のなんかね部活の吹奏楽が練習してるみたいなそう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 、音が聞こえてくるから、ね、誰も気に留めないもんね、うん、もうね慣れちゃって、慣れです。お、井本ひなたのことずっと見てました。嬉しい。ちゃんと視線を感じ取ってました。エスティも楽しみ。あの撮れなかったんで写真がさ、あの可愛い衣装。どこにいてもひなた発見できた。うん、ずっと見ててくれてたんだね。ありがとうねみんな。うん。うん、ユミニーかっこよかったね。そう、卒コンのね発表も。11月3日。ありましたからね。結構ね、みんな何の発表だってざわついて、うん、ね、ざわざわ私知ってたんであ、そうなの発表あるってえ、そうだったんだ。発表するって知ってたので知らなかった。なんか
いろんなね、いろんな発表を多分想像して、うんうんうん、みんな多分ハラハラっていうか、うんね、そうだ ね, ねいろんなことを考えて、ドキドキしちゃいますからね。私はあの、うん、知ってた分気楽にそう、やっぱり東京だからっていうのもあって、大人のね方がこう多かったから、ね、関係者のね、何かあるなとは多分そうそうそう思ってたとね、ちょっと感づいちゃうぞみたいなところなんでそう、でもね、そう無理やりでね、また立てるのが、そうユミリの卒コンっていうのも嬉しいですね。本当にずっと夢として語ってくれてたから、うんうん、それが本当に叶う瞬間、叶っ、うん、てみんなに伝える瞬間を、ST みんなで入れるままにしちゃうことが一番だったんだけど、うん、そう、ユミコがいろんな場所に導いてくれてるなっていうのはすごい、ね、本当にそうだよ。そう、3金曜日祝日、4、5、土日だけど、卒婚以外何かあるのか、ないよね多分。うん、土日は埋まってるんじゃない、多分よそ、あ、よそっていう他の、あー、なんかグループさんがね、他に使ったりとか。でも記念祝日だから、うん、なあ、皆さん、もう、くまきんさん、たまありがとうわありがとうわ。今日鍵課金ないんだよね。いいの使え、使っていいな、いいの使わせてもらおう。じゃちょっと一回待ってて、ね、変なところ見といて。書いたんだけどいないよね多分。8月27日に投げてくれた。神戸のパイありがとう。私は三菱食品さん、ま、コントみたいなのしてね、ははー、参りましたーって土下座ステージでね、ラインキューブ渋谷のステージで土下座をするよ、来るとは思いませんでした。あそこ楽しそうだった、楽しかった、ムカムカあるぞよって言って、ね、まさかそんなことをすると思ってなかったから。で、私そ、三菱さんと、うん、別でお仕事させていただいたことが、 あそこの MC 私とリコチ必須だったの、そのお仕事したメンバーだから、やっぱそうなんだ、そうだから必須だったから、うん、そう頑張ってって言われてはいって、でも楽しく、あ、そうシャインマスカットめっちゃ美味しかったから、9月から発売らしいので、今日来た人はたまたまレモン全員もらってる、もらいませんか、何見せば、よいしょ、ちょ、自分で買わなきゃなんかすごく余白を作ったね、私のバターが寸劇みたいな感じって公演とかでもしないものでもあるから、よいしょ、なんかコンサート、ありがとう、いろんなアイドルさんのコンサートとか見てきたけど、紙とペンで描きました。コンサートって結構映像がいっぱいあったりとか、それこそ寸劇、乃木坂さんとかも寸劇白米さんまでやってたりとか、それこそ今年もね、バタン、なんかコンサート感をすごく感じて、なんか公演の一緒に楽しいまで作りましょうね、そういうとこがやっぱ似てるから、そういうのじゃなくて今渋谷から帰宅したよって、ありがとう、来てくれて嬉しいです。曲披露も大事だし、やつの踊り早いパートも手の先までしっかり細かいところまでよく踊ってるなと思った。嬉しい、あ、そうです、ハリボー細かいところまでね、なんだ、可愛く綺麗にみんな、うん、見せ、みんながこうなんか見てて最強アイドルじゃんって思ってもらえるように踊っております。いっぱい撮りました、亀子席でたくさん可愛い写真が撮れましたって、うおー、亀子ありがたい、本当にね、あの使わせていただくこともあると思いますのでね、ぜひぜひハッシュタグ岩田ひなとね、亀子 STU をねつけてね投稿してください、見に行きますありがとう、亀子の皆さん撮ってくれてね、感謝です。そう、インスタには、ね、10枚載せれるので、ね、10枚あげますね。あと金子さんの写真も楽しみなので、うんうん、ミヒのファンの人も金子ツイッターで渡さんの可愛いお写真たくさん投稿されておりました。もう投稿されてるな、でもさっき見たの日のももう投稿されてるな、ちょっと嬉しい、どんどん投稿してください。ちょっと可愛いやつ乗せといて、半目なやつは NG です。言葉じゃ表せ、カムカムレモン食べてるの、いいな、やったひなすか、悲しい
でしょ。ロジマコパセリさんもありがとう、お疲れ。イナちゃん、イナちゃんだよ。メイクするって言ったの、いや気持ちない。今日は外羽ちゃんでした。今日メイクの時間全然なくてね。ね、私メールを全然送れなかったじゃないですか。昨日も送れなかった。そもそも時間がなくて、もうキッツキツみたいな。弱かったね。一回もなんか喋って止まったりとかもせず、うん、席に座ってもノンストップで動いてるのに、うん、間に合わないっていう。ね、本当にそう。だからそう、あんまり時間がかかる髪型をしてしまったら後のメンバーとかに使えちゃうから、うん、っていう理由のポニーテール。あ、そうなんだ。言ったらめっちゃ良かった。ね、良かった。またそろ。そう。ちょっとハネです。おお、今日のヘアスタイル無敷、嬉しい、可愛い。よく言ってたけど。ちょっとだけ巻き取れた。S.K. の曲しかもさ、シモの移動あんまないからさ、完璧にはずっと。ゆる巻きヘアってなってた。少ないっていう言い方ってことは取ってくれてるってことで、ありがたい。でも本当に。この東京ツアーね。あ、そうだ、明日からファンクラブ。楽しみにしてたから。すごい楽しかった。楽しみだね。うん。今回のグッズが可愛くて、え、グッズ可愛かったね。うちが欲しいんだ。それな、ひなアクスタ欲しくって、なんかメリーゴーランドついとるんよ、あのアクスタ。めっちゃ可愛いと思って。あとフォトブースみたいなところも今日あったみたいで、きっとみんなは撮ったかな、グッズと。じゃグッズを撮ってくださいみたいなツイッター。うーん、ね、撮ったのかな。もう19時からで初投稿で動画と写真とブログが上がります。うんうん、ファンクラブね、はい、私も来月もぜひぜひね、今月だけじゃなくね、来月もファンクラブの会員様になってくださると嬉しいでございます。ここで聞いていいのかわかんないんだけどさ、はい、あ、ダメだったらさ、うん、ダメなこと別ないんだけどさ、うんうん、後でいいんだけどさ、うんうん、ピーちゃんさ、うんうん、さっきツイッターでさ、うん、今月分のやつはもうちょっとで終わっちゃうよっていうのはさ、うんうん、自分で消せるの。あれ、あ、あれね、設定できるんだよ。なんかすごく、うん、いいなと思って、なんかその可愛い動画だけど、なんかずっと残していくとやっぱ増えてしまうものが、今月限定ってすごくいいなと思って。え、そう、そう、今月限定ってできる。8月限定だったらレア感も。そうなの、めちゃくちゃいいなと思ったので、あのオマージュ別名パクっていいですか。いいですよ。そう、なんか公開する日も、日の日時も決めれるし、うん、公開終了する日時も決めれるから、うん、ファンクラブがね、すごくいいなと思って。そうだからね、今月のもまでなので、モーニングコールのね、うん、音声動画を毎月モーニングコール毎月じゃないの、あの、そう、そりゃお休みコールもあるかもしれませんし。そう、ね、いつかの月から始まる、いきなり。一回考えよう。そう、いや、じゃあ使いこなしてるやんって。でも、島根さんが褒めてたよ。すごく動画の編集とかも、うん、私 TikTok やってるってもあるかもわかんないけど、うんうん、おきちゃんとそのひなの動画の作り方がすごい上手。嬉しい、ハッピーハッピー。そう、上手なの。ありがとうございます。今日ね、アットジャムのあのミーヒンとも言ったあのチョコレートマウンテン動画も、ね、投稿して、あ、ま、マウンテンじゃないの、ファンテンじゃない、わかんない。マジか、ひなもチョコレートマウンテンだと思ってたんですけど。チョコレート山だ、ね、そう、ファウンテンなんだね、わかんない、わかんない。どっちだ、ファウンテンらしい。そうなんだ、チョコレートマウンテンじゃないんだ。山。でもまあわかるよ、チョコの山だもん。そうだよね、チョコの山だと思ってた、ずっとチョコレートマウンテンだなって。あ、間違いではないね、確かに。うん、ファウンテンって何、逆に。あの、それを日本語で言うと何なの、ファウンテンって。気になるから調べる、ね、気になるわ。ファウンテンとは噴水。噴水、確かに。噴水だって綺麗な感じに。そっちだね、だ、綺麗だもんね、あれね、うん、すごく吹き出てるもんね、ね、ふわーって。
山っぽい曲、確かに一番は泉ですね、確かにな。うん、サルトさん、レインボースターありがとう、キラキラね。噴水っていうのもあったか。あと10分なんだけど、怖い怖い。ね、狙いしようのか。もともとね、ここに着いたのも遅くて、うん、でも0時を超えてね、ホテル出たくないから、うん、急いでコンビニ行ってきたそうなのそうなのよ。うん、ハートのマシュマロ、そう、ハートのマシュマロ。もう今日で8月が終わります。本当だね。末永くよろしくお願いします。ありがとう、よろしく。ちなみに前髪切ったのもとても上手にいきました。よかったね。そう、昨日配信出てたの。あ、そうなの。あの、失敗したなと思ったら振らないでって。あらら、でも成功です。うん、アリさん花火ありがとう。皆さんの金箔生写真は絶対初の日野さん靴だったよって。いやー、おめでとう。靴もね、ツアーの会場にね、物販みたいなところにあるので、よければ日野ちゃんの推し靴ゲットしてくれると嬉しいでございますよ。どんどんね、可愛い靴が出ていってるのでね。ね、今日何曜日？え、何曜日だろう。金曜日じゃない、あ、違うか。木曜日か、木曜日。あー、木曜日かーい。テレビがある環境がね、家ないんでね、つけちゃうので、何やるかなって。そう、関東とかだとね、うん、池坂とかもやってるから、うん、ねえ、ムネの配信賛成。うん、配信でも嬉しいよ。生で見れるときにぜひ見に来てください。昔はあったね、今も手慣れたもんさ。そう、ルームウェアひなちゃんです。今月のグッズは手慣れたもんで失敗しないかも。私失敗しないんで状態ドラマ昔はね、お前になってたよ、あのパッツン着。うん、9月で言えばファミアないかねえ。ファミアあるよ、9月。あ、9月だ。そう、9月5にある。すぐやん。すぐだよ。うん、やばい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 。人事じゃないからな。そうだよ、すぐ決まるからね。そうだよね。そう、今月、その9月中に見日もあるかもしれないからね。そうだよね、うん、遅くても10月にあるもんね。そうだよ。あの、室ならユニット大会はじ、あ、あのね、課外活動ユニットの。今日からって知らんくてさ。そう、日野も知らんかった。えみたいな、さっきバスの中で。でもそっか。ちゃんと1位ですよ。ね。1位なら頑張る。むずるの。ちょっとやっちゃうか。うちのリーダーがさ、みんなやるぞって。そうそう、なんか、みんな焼肉だからなみたいな感じ。リーダー言ってましたから。うちのリーダーが言ってたって。マイカーも本気。あ、そうなの。バチバチになっちゃうんじゃないの。まあまあ、うん、支障がない程度に。そうですね、楽しくやりますよ。何かの争奪戦みたいな、個人のやつではないからこそ、うんうんうん、そうね、グループっていうか、まあ、なんだ、なりなり岩田ひな、すごく頑張った時期がありました、ね、いや、あの時はもう個人戦だからね、はっきり言って。楽しいではないって言い方ですけど、楽しくやりましょう、うん、チームだからチームだから、うん、ねえ、そう、なんか移動の時とか一緒にやろうよ。いいよ。ね。全然。焼肉食べようで。焼肉と思いながらやれる。あの、皆様にもね、うん、のサインで。そうだよ。うん。まあ、時間があったら。やってみてください。うん。そうそうそう。仲良くしようよ。仲いいからこそできるイベントですよ、これ。うん、確かにね。焼肉まで。やばい。本当よ。焼肉。ガーツのひなつのシークレットカードウェディング取れたよって。うおー、強いね。最初ね、あれだから特攻ついてるから、ね。一押しガチ終わった？え、やばい、忘れてた。じゃんじゃん。涙涙。
私2ヶ月ぐらいチゴシゴシいけてないんだけど、ひなもかも。ひなもそうだった。気づいたらだって月末なんだもん。いやそうなのよ本当にそうなので、みんなのツイート見て、あ一応4月やってやるやらなきゃと思うんだけど、なんか月末にずっとコンサートあるんだもん。そういいこと、楽しい。いや楽しいけどね、楽しい、うん、コンサートのことで頭がいっぱいいっぱい。ミヒンコインね、1、10、100、1000、まあ、130万と思った。やばー、大富豪。130万だってやったもん、それほど、うん、まあね、ウェディング強いね。ウェディングカードはゲットしたいな、普通に。うんうんうん、あ、55分だよって言われたので、どちら、あ、先に行きますか。はい、じゃあ13位、徳島のひくん、5日も揃いでよろしくね。おー、ファンクラブ待ってるね。あ、ちょっと変わっちゃいましたね。13位、あつさん、あつさんのことが好きなさん、ジニドリーさん、大阪三公園、亀子のためにそろそろ筋トレしないと。いやそうだね、やっぱ亀子重いと思うので筋トレしといてください。腕のじいじい、太陽の誤差、太陽の誤差のことが好きなさん、じい、洗濯機の太郎さん、お留守番同じ空の下で応援してよって、ありがとう、本当に感謝でございます。キュイ、花ちゃん大好きな、そう8位、ハンスタン、今日も最高でした、大阪全部行くので楽しみ。おお、待ってるね、参考よろしくお願いしますありがとう、いっぱい来てくれて。7位、ステラさん、ステラさんのことが好きなさん、そう、6位、ヒロさん、ヒロさんのことが好きなさん、あ、みーちゃんに声で、おう、5位、ツーさん、アイドル前回で可愛かったです、ありがとうねってね、近かったね今日、ありがとう、こちらこそ来てくれて。ソルメトさん、ソルメトさんのことが好きなさん。さあ、ヤマちゃん、今日は雲の上の人の気分で楽しめましたそうね、でも遠くからでもどこからでも見えますから、ちゃんとピンクと黄色はね、ありがとう。にお岩田かしんさん、岩田 ST のライブは最高大好きね、近かったね、よく見えました、ありがとう、また来てそして1位がドロロロパパン、くまけんさんです。かわいいひなちゃんの写真たくさん投稿します、わあ、約束だよ、待ってるからね、いっぱい写真ひなちゃんのフォルダにインさせてねありがとう、撮ってくれて。はい、ではみーひー、はい、どうぞ。13位、マッシュケンさん、こんばんは。パキスタン、パチ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 、10位、バーババさん、パチ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 、9位、チュチュさん、パチ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 、8位、ヒヒさん、パチ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 、7位、シマシマコパセリさん、パチ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 、6位、神戸のマーチさん、パチパチパチ、5位、ポムさん、パチパチパチ、4位、しばけんさん、ピッパピッパ、3位、よいさん、パチパチパチ、2位、えりさん、パンピンポンピン、そして1位は、ドゥ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 、しぼきちさんでした、ありがとうございます。ポテ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 ジン、さすがだぜということで、見てたからね、キャッチエイトします。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。はい、あれ、みんなどこどこ？ここだよー。見つけた、みんなこと押してみひん。ふう。ありがとうございます。表現出身地のみなみでした。と、みんなひなのこと好きなそう。好きなそう。ひなのみんなのことが好きなそう。山口県出身ひなちゃんこと岩田ひなでした。二人合わせて岩石でした。バイバーイ、お次よ、あと1分並んでましたね。私たちさっき仲いいなって実感した瞬間があって、あーっていう返事でイエスかノーって分かる、すごくない？しかも別にそんな嫌そうな感じに言ってないよ、あーぐらいのテンション。サンドイッチがあって、フルーツサンド、うん、配信しながら食べるみたいなこと言って、うちらこの後ご飯なので、うんうん、配信しながら食べようかみたいなこと言ったら、あーって言われたから、あ、うん、後がいいよねってそう、よくわかったねってそう、通過でしたね、テンション上がったよね、うわそうそう、けど別にいいけど、でも後がいいなぐらいのテンションの、あーって言ったんだ、通過感すぎでした。
食いですよね。あと15秒あつみーちゃんです。まったね、おつぴよです。明日も頑張りみーちゃん、おやすみーちゃん。明日も頑張りひなちゃん、おやすひなちゃん。あれ、なんか似たような。バイバイ。バイバイ。おつぴよありがとね、ツアー来てくれて、見てくれて。バイバーイ。またねー。